お前絶対そしたら見たいかな男モテねえよ絶対。一応音楽教室お願いします。残念やったありがとう。夫の血だらけとか顔面血だらけとかそういう試合ができるって思ったので。ここから女子グループになります。最初のグループお入りください。お前さ、おたたれんか殴ってんじゃねえよ。だめしかも全然かましてねえじゃん。マットマジでうるせえよ。色かぶってんじゃん。お前マジしてくんじゃねえよ。一旦座ってください。一回座って。じゃあ自己紹介お願いします。イータロです。6、7、8、9と連続で出させてもらってるんですけど、前回の8が決まんなくて本当悔しくて、今回は絶対に試合決めたいと思って来ました。多分その気持ちは誰よりも強いと思ってます。オーディション前から一番煽って来てる子がいて、隣に、まあ、この子が一番こんなだと気合入ってるのかなって思うんですけど、一緒に試合を盛り上げられる人であれば誰でもいいです。ドリフトレーサーとして活動しているユーラモモです。で、私はその前回も言ったんですけど、ドリフトで勝ち上がっていきたいためにここにいろんなチャンスをつかみに来ました。ブレイキングダウンつったら、まあ、女子枠イータロがやっぱり一番目立ってて一番調子こいてて、やっぱ私はやるからには一番がいいですよ。だから今回はもうイータロしか考えられないです。正直ブレイキングダウン出る前からこいつのことは知ってて、知ってるって言ったって別に隣にって何なの、隣が地元とかだから何なの、だから何なのっていうのは、まあ、正直別にそこは浅いっす。もうそこは認めます。弱いな口喧嘩。ネットで戦ってたけど、うるせえなおめえは。うるせえなおめえはしか考えられねえ。お前さ多分だけど弱さが現れたらこのタトゥーも変な髪型して古いんだよ。次行こうよ。ファッションも元仮面女子で、今 MC バトル出てます。で、私体重階級誰も合わないと思うんで、なんか試合決定しないと思われてるんですけど、別に負けてもいいんで、もう血だらけになろうがボコボコになろうが再生回数取ればいいと思うんで、結局これ商業なんでなんかそう、私負けた方がアンチ多いから伸びるんですよ。なんで MC バトルでもなんかすっげー再生されてて、なんかこっちも貢献できたらなと思って盛り上げたいなと思って。気合入ってないやつは帰れ。気合入ってないやつじゃなくて、おめえより数字なんだよ。はおめえがもし勝ったところで何にもなんないから。何もせないかもないから。私よりか数字ないしね。いやでもお前じゃあ1000万以上再生回数取ったことあるんだよ。何で再生回数、再生回数だ言えてねえから。いやいやうるせえな。お前コラボだけだろ。ワン顔でかすぎる。じゃあどうすんの、顔でかすぎる。じゃあどうすんの、うちら何これ何で帰るの、ねえお前絶対そしたら見たいからな男モテねえよ絶対。一応お前今日スパーリングしてやってもいいよ。お前戦ってねえ、お前数字ねえから喧嘩売ってねえんだよ。いや無理だろ、だってイートロ狙いだって。今日この会場でイートロって言っていいの私だけだから。あそうなの、なんで私のもんだから。もう私のもんなの。ああ声震えてんじゃん。声慣れてねえもんな、バナレスねえもん。トラックのんちゃんだろ。はいですか。あバラン姉さんです。ネイリストやってます。同じ階級の人がいれば戦いたいなと思ってますね。とりあえずなんか何を言うっていうのちょっとないんですけど、とりあえずよろしくお願いします。はい、お久しぶりです。ペリセスことサラアニーと申します。実力はですね、やっぱり経験者の方にはかなり見劣りするものあるっていうふうには自負しておりますが、喧嘩だったら絶対この中では誰にも負けないです。喧嘩してきた数絶対に負けない自信があります。だから私は一番威勢のいい方、そういった方と試合したいと思っております。皆様ごきげんよう。すっぴんが朝倉未来さんに似てると言われモノマネさせていただきます。朝倉未来さんの第二の妹として認められるようにちょっと今日はこうやってきました。加藤日曜日です。幸せハッピーお願いします。残念やったな。最悪や最悪だからお鍋、はい、お鍋もういいよもういいよ。キャラ作りです。はい、私は、185キロ担いでスクワットして、65キロベンチプレスマックスあります。過去に結構いろいろあって、まあ、相方に殴られたりしてたんですよ。人間欲しになったりで、社長、元社長令嬢で去年家庭内裁判が終わりました。こんな舐め腐った人生をどんでんひっくり返します。投げなので、よろしくお願いします。長なる放送うるさい。うっこんにちは、堀江美月です。元なでしこリーガーです。20年間本気で上を目指してサッカーしてきたんですけど、
このブレイキングダウンに出たくて、去年サッカーを引退しました。そのきっかけをくれたこのブレイキングダウンで結果を残して、で本気の格闘家として上を目指します。ここにいるふざけた人たちより自分のことを選んでいただいた方が面白い試合絶対できると思うんで選んでください。で、これレベルだったら言えよ。誰だよ。朝倉兄弟と一緒の豊橋から来ましたゆうちょすです。格闘家とか空手家だけの喧嘩とかつまらないって自分見てて思って、でブレイキングダウン見たのが初めて3ヶ月前で、そこから自分だったらもっと本当の血だらけとか顔面血だらけとかそういう試合ができるって思ったので、ここかやってほしい。ここの本気の殴り合いができる女とやりたいです。血だらけになりたいって言ってたよ。だからやりたいです。一番の体重が合えば誰でもいいんだっけ。あ、体重が合えばって感じですね。誰も合わんの体重。お前30キロぐらいしかねえだろ。そうだよ。いや太ってきてやる。でも無理だよこいつは。お前が血抜けよ。お前が血抜けよ。え、お前は私狙いだ。誰でもいいの。今日文句言いに来た。別に試合できるわ。一銀貨ならちげえとこ出ろよ。いやそれでも呼ばれてんだよこっちは。じゃあ受かんねえだろオーディション。違うとこでも輝けんの、お前と違って。トランコのうんちゃんだけやろな。はい、言い返せない。語彙力ゼロ。私イータロとやりたいっすね。いや私もやりたいけど体重無理だ、合わないでしょ。無理だもん。じゃあ何イータロにしたのお前は。いや真ん中来て美味しかったら、よかったら、あ、よかったらミーゼロ軍団に入れて。髪つかんでんじゃねえ。黒ゲルとかフリーんで消えろこのやつ。昭和戻れ先生や。で2個飛ばしてやるよ。こいつスパーリングしていいっすよ。いやそれするつもりだったんで。スパーリング何ラウンドでもやってやれます。いいだろ、狙いの2人戦うでしょ。するそこに行ってください。やりてんだろ私と。何なんだあれ。いきます、よ。負けんなよ、お前。はい。やばい、しょうがない。しょうがない。30秒。ブレイキングダウンの女子で私といたらしかもういらないと思ってるんで、こんなしょぼいやつやらすんじゃねえよ。私なら数じゃねえよかったな。